もう一回いいですか。ジャンボビートナイトです。今回もご視聴ありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。前回の動画でこちらですね、トランギアのメスティン、こちらをね購入して、まあ買った時に最初にやるべきことというね動画をアップさせていただきました。通称メスティン開封の儀というねことをやってみました。まあ今回なんですが、まあ試しで使ってみようと思いまして、お米を炊いていきたいと思います。やはりこれ飯盒というのがねベースだと思うので、このメスティンで炊いたお米がどんな風に仕上がるのかっていうのもね調べてみたいと思います。でこのメスティンを購入した時にこんなものも購入したんですね。 S ビットのポケットストーブミリタリーというものを購入しました。この固形燃料もついてきました。まあ固形燃料に関しては特に何でもいいみたいなので、まあサイズもあるとは思うんですけど、100均でも売ってるこんな固形燃料でもいいそうです。なのでまあ100均で買った方が安いので、僕はもうこれをね使っていこうかなと思ってます。はい、では今から早速お米を炊いていきたいと思います。それでは準備していきます。一応まあお家とはいえキャンプなので、はい、キャンプエプロンしてねやっていきましょう。じゃあまずお米を準備して、お米を研いで、まあ一人分なので1合炊いていきたいと思います。それではお米を準備してまいります。はい、お米1合はい持ってきまして、あとはこのメスティンにお米を入れて洗って、はい、ついにお米を炊き始めます。それではやってみたいと思います。お水が 200ml。 はい、今ようやく準備ができまして火もつけました。ここから約30分ぐらいで炊き上がるそうなので、はい、30分待ちたいと思います。ちょっとね時間も計ります。だいたい固形燃料が消えてなくなるまで放置しておけばお米が炊けるそうなので、とっても楽ですよね。はい、はあ、うまくね炊き上がるか楽しみでございます。はい、はい、今火が消えたのでそろそろもう炊けてるんじゃないでしょうか。ちょっとだけ蒸らして中を確認してみたいと思います。
さあ、うまくできてますかね。おお、炊けてるやん。めちゃめちゃいい感じに炊けてるんじゃない？これとりあえず炊き上がってますね。めちゃめちゃいい匂いする。よし、試食してみたいと思います。まあお米だけですけど、あ、さっきね、妻がねカレー作ってたんで、そのカレーをね後でかけて食べたいと思います。まずはねお米だけで、はい、いただきます。はい、いただきます。あ、ちょっとおこげができてますね。いや、すげえ。普通にめちゃめちゃ炊けてる。意外と全然下にね、焦げ付きないっすね。ちょっと下におこげができてるぐらいで。あ、やっぱね、シーズニングやっといてよかったですね。うん。まあ、お米だけでも結構マジでうまいっていう。まあ、せっかくなんで、もうちょっとね、キャンプっぽい雰囲気にして、ここに、先ほど妻が作ってくれたカレーをぶち込みたいと思います。はい、それでは準備しますね。キャンプの雰囲気を味わいたいなと思って、少しオイルランタンとかね炊いてみようかなと思います。よいしょ。さあ、カレーができました。じゃあ皆様、まあおうち時間をね楽しんでいきましょう。まあおうち時間でね、朝日シュパドライをね楽しんでいきたいと思います。それでは皆様、乾杯。いやー、日曜日の昼からね最高ですね。はい、それでは妻が作ってくれた新玉ねぎと牛すじのカレーですね。まあ、いつもね、妻が作るカレーは最高にうまいので、今回もいただきたいと思います。まあ、このまま行きましょう。ほ、よ。はい、じゃあカレーいただきたいと思います。すごいね。だいぶ煮込んであるから、とろとろだもん。ほら。それでは、いただきます。いや、天才だな、あの人、やっぱり。めちゃめちゃうまい。すげえシンプルなんですけど、でも結構2日間ぐらい煮込んでたんじゃない、なんだかんだ。まあ、少しでもキャンプの雰囲気をね、味わえてるんじゃないですかね。いやでもね、これ思いました。メスティンって男の憧れだなって思いましたね。これで飯を作って外で食べるみたいな。結構バイクツーリングされてる方もこれ持ってるみたいですね。やっぱりコンパクトなんで持ち運びに便利なんですよね。あとこの S ビット、なんかまあこのストーブ的なものは何でもいいみたいなので、皆さんの好みのものでいいと思います。まあこれも軽くて、普段はこのメスティンの中に入れて持ち運べると思うので、僕はこれを選びました。はい、まあ、最近少しね規制も緩くなってきてはいるので、まあ、ソロキャンプだったら僕は大丈夫かなと思うんですが、まだ完全にねやっぱりこう自由に行けるというわけではないので、まあ、しばらくの間はこのメスティン料理をね家の中で楽しみたいと思います。あ、ちなみにこの、あ、うまっ。ちなみにこのらっきょう、うちのおかんがつけました。これはねうまいんですよ、マジで。はい、完食でございます。はい、お米を作ってくださった農家の方、美味しい新玉ねぎを作ってくださった農家さん、牛さん、そしてインド人の方、最後に妻に感謝いたします。ごちそうさまでした。いやー、まあ日曜日の昼にこれはたまらんですね。はい
はい、そんなわけでいかがだったでしょうか。今回メスティンこんな感じで使ってみたんですけど、1本目で挙げたシーズニングという作業はやっぱやっといた方がいいですね。今回焦げ付きもほら全然なくてですね、まあこのメスティンを洗ったりするのもこれ楽だなと思いますし、まあ一部ねちょっとすすみたいなのがここついちゃってるんですけど、これもメンテナンスで綺麗になるみたいなので、まあこれからメスティン料理をね楽しんでいきたいと思います。全然関係ないんですけど、またグリップスワニーのグローブ買っちゃいましたはい、いや違うんですよ、これはまた買ってよかったもので紹介します。はい、皆様本日もご視聴ありがとうございます。もしこの動画が面白かったらグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、そしてツイッター、インスタグラムもやってますので、ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。あとコメント、リクエスト、アドバイス、ぜひねコメント欄にね残していただければと思います。そしてほい、チャンネル登録もねぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトでした。バイ。いやこれカレーやばいね、めちゃめちゃうまかった。ちょっとおかわりしようかな。あかん、もう俺もイチゴ食べてるもん。家時間って太りますね。